はい、皆さんこんにちは、こんばんは。くすみがくファイン社員でございます。今回はですね、サムネの画像にもあったと思うんですけれども、千葉県鎌ケ谷市にあるユニオンロイヤルさんですね、ユニオンインペリアルっていう革靴のブランドの革靴を作ってる会社さんなんですけど、こちらの工場のですね、ガレージセールにさっきですね、行ってきましたので、ちょっとその模様をですね、今回の動画でご紹介したいというふうに思います。で、今回ですね、こちらの工場の中の撮影許可っていうのをいただいて、撮っていくんですけれども、3つのブランドの革靴がですね、それぞれありまして、それをですね、これから紹介していきます。で、結構安い金額で出てたので、かなりお買い得だったなっていう風な、印象でした。それではまず1足目から紹介をしていきます。まず1足目はマレリーっていうブランドですね。で、これは今ユニオンインペリアルさんのホームページ見てるんですけども、1906年のイタリアでですね、創立されてるみたいで、多分このマレリーの革靴を作ってるのがユニオンロイヤルさんかなというふうに思います。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、結構黒とか茶色の革靴がメインだったんですけども、結構ローファー系のですね、靴が多かったかなと思います。で、マレリーに関しても確か1万円、全部1万円均一だったかなというふうに思いますね。で、続いてですね、で、ここから、ユニオンインペリアルの、方に行くんですけれども、この辺はですね、B 級品のコーナーで、全品1万円均一になってました。で、結構スムースレザーの革靴っていうよりかはスウェードの革靴が結構残ってたような感じですかね。結構スウェードのダブルモンクとか、ローファーがあったような感じでした。そうですね。で、結構サイズ展開も25から、26.5 ぐらいまで、結構幅広いサイズが並べられていたような気がしますね。で、結構茶色の、スムースレザーの革靴が結構かっこよかった印象でした。で、そうですね、こっちの奥の方にも行くとですね、ローファーが出てきますね。やっぱり小さいサイズも大きいサイズも、繰り返しになってしまいますけれども、スウェードのダブルモンク系が多かったかなというところですね。で、ローファーもちらほらありました。で、これは、全部1枚均一のコーナーですね。で、続いて、ここからがですね、アノネの革を使った革靴になります。で、こっちの方はですね、 B 級品ではないんですけれども、多分通常品をただ単に安く、販売してるだけって感じなんですけれども、なので、まあ品質とかですね、その辺は全然問題ない感じでした。で、まあこんな感じでですね、まあなんか百貨店に並んでるようなモデルもありつつも、レザーソールがかなり模様がなんかいろいろ入ってるようなものもあったり、つま先がですね、かなり光ってるモデルもありました。で、次にこちらですね、撥水レザーを使ったモデルなんですけれども、これもですね、なんかスコッチグレインのシャインオアレインみたいなような感じの革を使われてる感じですね。で、色の展開としてはまあ結構黒が多かったんですけど、茶色もまあまあ種類としてはあったような感じでした。で、ストレートチップが多かったかな。で、モンク、シングルモンクがあってダブルモンクとかなかったです。で、次にこれがユーゲンなんですけども、ユーゲンのローファーですね。ユーゲンは基本的に多分ローファーしかなかったんですけど、これもですね、全品1万円均一でかなり安くなってました。で、これは、コインローファーのタイプで、こっちもですね、コインローファーが多くて、あとタッセルローファーもあったかな。あとなんかこういうちょっとキルトがついたようなローファーも、ありましたとっていう感じでしたね、全体的には。はい、ということですね、家に帰ってきましたので、ここからですね、こちら買ってきた、革靴なんですけれども、開封していきたいというふうに思います。どんな感じの靴を買ったかというとですね、はい、ということですね、今回はこちらの、ストレートチップですね。色は黒のストレートチップなんですけども、こちらの革靴をですね、今回買ってきました。で、ヒールの部分はこんな感じで、ドッグタグみたいな感じでついてるタイプで、こんな感じですね、ヒールカウンターがありつつ、一文字のストレートチップという風な感じになっております。あと、ユニオンインペリアルの革靴の特徴として、こちらのですね、わかりますかね、ベロの部分に、ここですね、このベロの部分に靴紐を通す穴が開いてまして、これのおかげでですね、ベロがこう下に
いかないというか、このベロの部分がなんかヘタってこう下にこう沈まないようになってくれるんで、革靴を履くときにもですね、履きづらくならないような工夫がされているような感じですね。あとそれから一応インソールのですね、部分にはまあこんな感じでユニオンインペリアルって書いてありますけれども、下の方にですね、なんかスペシャルモデルって書いてありますが、まあどっかの別注品なんですかね。あんまりちょっと詳しいことはわかんないんですけれども。で一応こちらの革靴はですね、アノネーの革を使ってるモデルということで、革質は結構いい感じですね。結構柔らかくて張りがあって、なんかすごくこう磨きがいがあるような革になってるかなと思います。であとそれからソールはですね、まあ、こんな感じにレザーソールになってまして、まあ、なんかこのソールの模様っていうんですかね、なんかこのデザインがすごい独特な感じのデザインになってるなというふうな感じがします。この結構模様も深く入ってるんですね。すごいなんかインパクトがあるようなデザインになってますね。はい、ということですね、今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回はですね、ユニオンインペリアルのガレージセールに行ってみたというふうな内容の動画をお送りしました。まあ去年今年と結構ガレージセールはですね、スコッチグレインのやつに行ったりとか、今回のユニオンインペリアさんのやつも、まあ、行ってきたんですけれども、やっぱりいい革靴を安い値段で買えるっていうのはやっぱりいいですね。でこちらはですね、まあ、2万円で買えたんですけれども、まあ、2万円とは思えないようなですね、品質ですね。もともと多分4万5千円以上するんですけど、まあ、通常の値段で買うとまあそれなりに結構いい値段すると思うんですけども、まあ、こういう風な、まあ、不定期で行われるガレージセールとかで買える方はですね、まあ、こういった機会で買ってみて、まあ、いろんな革靴に出会う、まあ、一つのきっかけにしてもらえればなとは思いますし、なんか安価で買ってよかったら次はまあ普通の、通常の金額で買うっていうのもまあ一つの楽しみ方かもしれないですね。まあ、ちょっと今回ですね、自分は初めてこのユニオンインペリアルさんのガレージセール行ってきたんですけども、まあ、こんな感じで結構不定期でやってるのかもしれないので、またなんかこういうイベントがあったらぜひ行ってみたいなと思いました。なのでぜひ皆さんもですね、近場の方がいらっしゃれば、行ってみてください。はい、ということですね、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画がですね、少しでも参考になったなとかいいなと思っていただいた方は、ぜひこちらの動画にいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録ボタンと横にあるベルマークも一緒に押しておいていただけるとありがたいです。それとこの動画に何か物申したいことがあれば、ぜひコメント欄から教えてください。それとインスタグラムとツイッターもやってますので、ぜひ動画概要欄から見てみてください。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。